では、全体討論を開始したいと思います。パネリストの方々こちらにお越しください。それしかできないって。始まる前に私の方から一つだけちょっと釈明をしたいと思う。釈明というかですね、先ほど上野さんからですね、コメントがありましたが、今回、本当に800人を超える方から応募いただいてですね、でここの定員が340名ですので、3倍近いにですね、応募いただきました。で実は今日本当にここあふれるんじゃないかと、定員以上に、当選者を出しました。当日欠席があるだろうということを見込んでですね、定員を超える、当選者を出したんです。で、天気の関係だと思います。今日もう夕方から終わりになるということでですね、欠席の方が、多いということだと思うんですね。少し、残念な気も最初からこう絞ったということでは全くありませんのでですね、その点ご了解いただきたいと思います。それでは、第3部の全体討論に入りたいと思います。2部でですね、日本側のパネマイクが入ってませんですね、お話しいただきました。非常に構造的な問題ですね。今日の日本社会における、公と私の関係、その中での権力のですね、発動の様式の変化についてお話をいただきました。それから森さんの方からはですね、今の反原発運動に象徴されるですね、社会運動を歴史的に位置づけ、その性格をお議論いただきました。上野さんから先ほど申し上げましたようにですね、女性を主体としたですね、ケア、医療ですね、そここそが実は日本を支えているマグニチュードの基盤にあるという話をいただきました。で、根口さん、非常に3本のご報告ですね、関心を持っていただいたようですので、最初に根口さんの方から、15分、この日本側からの問題提起に対して、お答え、応答をしていただきたいというふうに思います。では、根口さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まずはじめに極めて重要な形で、問題提起をしていただいたと思いますが、すいません、マイクがブズブズ切れるんですけれども、これ通訳ブースからのお願いです。マイクがちゃんと入っているかどうかいつも確かめてください。先ほどの伊藤さんの発言の時もマイクが切れました。まず最初のテーマは社会的なものは媒介機能を果たし得ないのではないかというふうに、この社会的なコマ、これが国家によって搾取されている、奪われているのではないか。私には賛成です、その分析に。確かに新しい独創的なアコモデーションがあると。コマンがコミュニケーション的コマンが共同的な労働によるコマンの創設が認知的な、コミュニケーションが、それが基本的な、価値の生産に寄与する。でその時に
資本主義的なシステムは、この国家を利用して新しい原初的な、搾取の形態を作り上げるわけです。マルクスによれば、原初的な蓄積がこの資本の始まりからそのようなメカニズムを作ってきたわけですが、しかし今新しい資本主義の発展の段階にあるわけですから、最初のまあこのコミュニケーションのこの現実、それは認知的な知識労働によるコミュニケーションによって共に生きる共生ということが作られようとしている。それが抵抗運動としてですね、でアメリカの学生でこのテーマについて研究しているものがいますけれども、新しい価値の生産の様態、これが変わりつつあるんだと。付加価値はただ単に価値形態論によってですが、搾取によって作られる、労働者の労働力の搾取によって作られるのは変わっていませんが、しかし今新しく始まっているのは社会的共同コーペレーション、これが決定的な要因に今なっている。この労働 にプラスのものとして、その変あの付加価値を作っていく上で非常にこの共同作業というものがもたらす力というのは大変重要なものがあると。だから石田さんがこの点を強調されたと思いますが、どういうふうにそれを計測するか測るかということが問題になってきます。この搾取の規模を計測すること、1日の労働時間で1日の労働時間の中でそれが分断され分割され、必要な労働とそれからオーバーワーク的な部分とに分かれるわけですが、それをどういうふうにこう計測するかということは難しいことですね。で今日逆説的なことですけれども、ファイナンシャルな価値というものが近似的な形でもってこの労働の搾取というものをまあいわば支配していると。それで貨幣の問題が我々のこのコマン創造のプロジェクトの中でこの貨幣というものが重要な意味を持ってくるのはそのためです。社会的労働がどのような形で組織されるかということが重要になってくるわけですが、貨幣が現実においてはこの構造的な力、構造化する力を持っている。で貨幣の外でこのアウトノミアを作り上げるのは非常に困難であるわけですが、その困難なアウトノミアの仕事を日本の女性がなさっているということを上野さんから報告をいただいたわけですが、でマイケル・ハートはこのアフェクティブな、つまり愛情ですか、情動といいますかのをコミットした形での共同作業というもの、アフェクティブずっとその、認知的とコグニティブという言葉を使ってきましたが、アフェクティブという言葉もそこには、付け加えなければいけない。この共同作業の中にはですね、で我々の問題に戻れば、構造的な新しいその計測ということが、重要になります。新しい次元、労働とそれから生活、そして貨幣の次元、これをどういうふうにこの、相互に関連づけて考えるかということです。貨幣の使用価値というものを取り戻すことになるでしょう。
マルクスのグルンディックスに戻って考えなければいけない、あるいはプルードンの考えにも戻って考えなければいけない、まあ、基本的に石田さんの分析には賛同をいたします。毛利さんのご報告ですが、非常に根本的に重要な、まあ、反原発運動について語っていただいたわけですけれども、パブリックによって反原発運動がいかに盛り上がったかというお話でしたが、それが継続性の中で続いているということを伺いました。その深部において深い深部においてその反原発運動がそのアオトノミア的な形で継続することが極めて重要困難になっているということも伺いました。これはオクパイ、ウォールストリートのオキュパイ運動ですね、あるいはインジニアドス、このスペインの行かれる者たちの、抵抗運動、反乱運動と比肩できるものだと思いますが、新しいリーダーなしの、またソーシャルメディアを使っての、運動の盛り上がりというところは共通点があると思います。でこの大きな問題をに立ち向かう上で2つの仕方で問題を考えなければいけない。媒介者とか自由な空間をいかに作るかと。で私は、まあ、イタリア出身でありますけれども、イタリアのオキュパイ、公共空間をいかにその自分のものにこうダッシュするかということですね。これは70年代からアウトノミアの運動で、試みたられたことで、あります。これはドイツでもありました。で政治勢力等の媒介のもありますが、独自の運動として、アウトノミアはあったわけですね。今日では重要なトランジションがあると思います。アウトノミアとそれから媒介インターミディエーションの運動、それで国家による暴力、あるいは省による暴力というものに対するこの抵抗の組織というもの、生地、布地、それを作っていく、それが新しい形をとって生まれている。公の劇場のような形でそれが組織されている、パブリックシアターである。自分たちの意思を表現する、シアターっていうのは、シアターっていうのは新しい機能というものをこの媒介なしに直接的な形でこのまあいわば地の代表性とか代議性というものをのまやかしを超えて直接的な形でさまざまなアクターが介入する、それが反脱原発運動でも現れているのだろうと思います。これはビオポリティークの政治のこの極めてリアルな問題です。人々の命に関わる問題ですから、この核兵器に反対だ、核原子原発に反対だということはもちろんできますが、しかし一体どのようなエネルギーを持ってそのような抗議運動、抵抗運動を組織していけるのか、そこにルコマンの問題が課題があります。
コマンとは人間の尊厳というものを保障された条件の中で生きる、そういう権利、これを共に作っていくということが、でその、成長神話に、支配されてきた社会に対していわば脱成長ということが今言われています。でこの、まあ、原発というものは産業という意味での成長神話の、まあ、一つのシンボルであったわけで、今あの脱成長デコアサンスという考え方、これは やはり原発からの、脱出ということと結びついた主張になっております。すべての性の価値、性の条件というものが、あるいは我々の変革のキャパシティというものをどういうふうに、作り、それをどういうふうに組織していくか、この議論はですね、私は処方箋を思っているわけではない、ただみんなで議論してその方策を探っていかなければいけない。上野さんのお話は私にとって非常に印象深いお話でした。本当の意味でのビオポリティークに関わる、運動が、つまりポピュレーションの 身体ですね、体に関わるという意味での生成時というのはビオポリティークというのはそういう意味で使うわけですけれども、非常に、基本的に重要な、運動だと思います。相互扶助の運動、ボランティアによるアソシエーションの運動ですね、 NPO とおっしゃいましたけれども、これがポピュレーションの、まあ、やっぱそこから自発的に起こってきているというところが、注目すべき点です。上野さんのご発言の中でこのディスカッションが開かれた形で、提起されていると、公と共ですね、を分けてご説明しましたけれども、パブリックとそれからコモンというものですから、国家によるセクターではなくてコモンのセクターというものをどういうふうに作っていくかというお話でしたが、ウェルフェアは今までは福祉国家という表現があるように国家によって組織されて、でそれはしかし資本がそれをウェルフェアステートを利用してきているという面があります。ウェルフェアを資本が例えば自動車産業が消費社会を、まあ、利用するように、資本の力がウェルフェアステートのこのウェルフェアのシステムをですね、まあ、いわば搾取してきたというところがあります。ですからこのサブジェクティビティというものを支配するような形で福祉国家というものが作られてきているわけです。創造的な主体性というものを、抑圧する形でもって、福祉ということが考えられてきたわけですね。ウェルフェアのこれは、まあ、生物学的なレベルでの人々の性ですね、それをウェルフェアという名前のもとに実は資本が搾取し、そこから利益を抽出するというシステムになってきている。だから人々の美を、人々の 性を組織するっていう形でビオポリティックまでいわば資本や権力っていうものが浸透してきている。ビオポリティックの搾取というふうに私はだから呼ぶわけですね。ですからこのテーマは ミシェル・フーコーの議論と関わっています。ますますこの目に見えない形でのビオポリティックの支配という形での権力の問題、
批判フーコが展開した、この批判理論はマルクスの批判理論をいわば更新する、継承し更新するものだと私は思っています。新しい空間というものが、非常に広い拡大された形での空間というものが成立するあるわけで、これは基本的に重要な足取り歩みであります。私が思い出すのはボランティアによる70年代の女性たちの運動、まあ女性解放運動でしょうか。70年代に特に盛り上がったわけですが、これはそれ自体がその後、多国籍企業の力によってそれが吸収あるいは回収されていったということがあると思います。ですからそういうさまざまな抵抗運動あるいは解放運動が、上からの力によって回収されていくということがあったと。だからさらにまたその運動を再び開くオープン、再び開き下からまた盛り上げるようなそういうその波っていうものが繰り返し起こってきた、あるいは起こらなければいけないと思います。どのように行動できるのか、法的また政治的なレベルでこの新しいフェーズ局面に移動していく上で法的政治的にどういうふうに行動できるのか、いろんな経験が積み重ねられてきたわけですが、国家の力は規範を生産する、一般的な抽象的な規範を生産するのが国家です。それでアドミニストレーションの論理ですね。それがでその規範によって、まあ、いわば人口を支配する。でそれがその力、規範の力っていうものが今落ちてきてると。で下からの力っていうものがますます大きくなってきてる。で政府ガバメントあるいはガバメントのテクニックがガバナンスに変わりつつあると。一元的な上からの統治支配ではなくて具体的な個々の、アクターの作用を持った個々のアクターが参加する形の、多元的な民主主義を私はガバナンスと呼んでいるわけです。具体的な抽象的一般的な上からの支配ではない多元的な下からの、ガバナンスというものが生まれつつある。さまざまな経験が積み重ねられています。で個々の運動ごとに違ったスペシフィシティがもちろんあります。しかしこのガバメントのアジェンダを一般化することはできませんが、しかし70年代から南米ではこの先住民の解放運動、権利運動とかから始まってですね、非常に新しい形の、民主主義運動というものが、つまりガバメントの論理からガバナンスの論理への移行というものがですね、例えば南米で、始まったわけです。オルターナティブ、それがフィールドにおいて具体的なで社会的なものを一般的な形で管理する、そういうガバメントの論理に対抗するオルターナティブというものが生まれている。これは非常に重要な運動であります。パブリックあるいはパブリックプライベートという二元論に対してコマンというものを
対峙していかなければいけない。公私の 分離っていうもの、これは実は国家によってあるいは資本によって、の論理に組み込まれてしまっているわけですから、だからコマンというものを対峙していくというのが私の基本的な発想で、ボリビアとかエクアドルとかあるいはまあブラジルとかですね、経済が遅れていたと言われていました。しかしそこに非常に大きな強い運動が起こった、民主主義的な勢力あれ運動というものがこの一つの状況の逆転を勝ち取るような方向で、建設された。連続性の上にコマンを、作っていかなきゃいけないわけですが、しかし主権を握っているのは資本です。だから資本という主権に対してどういうオルターナティブを作っていく、そういうどういうキャパシティを我々は持ちうるのかと、これは伝染病のような形で広がっていく。国家批判から始まって、アラブ世界では独裁的な国家に対する批判あり運動が起こりました。自由平等を求める。そしてスペインでは金融危機に対するこの民主的なトランスペアレンシーを求める運動が起こりましたね。アメリカでもウォールストリートオキュパイ運動が起こりましたね。これはこのリプレゼンテーションというものを壊す、デスティチュアンという言葉をさっき使いましたが、脱公正的な形でこの社会的なメディアを通してのいわゆるマスメディアではなくてですね、でこれは権力のアプロプリエーションであると、自分のものにするということですね。そういう運動であったと。藤井さんありがとうございました。このメギさんの発言の後にですね、日本側のパネリスト3人の方からですね、もう一度ご発言を願いたいと思っていたんですが、時間の関係でですね、これは一番最後にもう一度お3人の方々には発言していただきますのでですね、あ、じゃあ、上野さん、じゃあちょっと一言どうぞ。フランス語がわからないのにネグリさんと目を見つめ合っていると言っていることがほとんど分かりました。私はお聞きして本当に希望と絶望の狭間に、叩き落とされました。私が紹介した日本の女性のケアワークを生成時の搾取だと言われれば全くその通りです。そのようにお聞きすると女は、日本の女は、資本と国家に都合よく乗せられた安上がり労働の担い手であると聞こえます。で、全くそれはその通りなんですが、この事実には両義性があります。それでもなおかつ、つまり日本の福祉というものは、資本が搾取している、すなわち市場の失敗の補完物、それを極めて安上がりの、女性の労働力で、担っている、それには違いないのですが、それでもそういう、担い手たちが登場したことはいなかったよりははるかに良いことですし、それを、公務員ワーカーやあるいは外国人労働者に委ねるよりははるかに良かったことだというふうに私は思います。それと2つ目に、70年代の女性運動もまた多国籍企業によって回収されたとおっしゃいました。全くその通りです。で、今やフランスでは、女性運動はもう必要がない。で、女性に資格と能力さえあれば男性と全く対等に働けるようになったという声も聞きますが、女性の職場進出は果たされましたが、
極めて資本に都合の良い形で果たされました。で、日本では女性運動はまだまだ必要があるのに、影を薄めています。日本の女性運動は、必要があるのに衰退しています。すなわち高齢化をしています。私を見てください。私は今年65歳です、というふうに、考えると、実は、まあ、同じ、現象をですね、ポジティブに見るかネガティブに見るか、あるいはペシミスティックに見るか、オプティミスティックに見るか、例えば今日の話を聞いて、市田さん毛利さんの話聞いて、確かにマルチチュードの、運動は現に存在し継続している。だがそれは希望だが、だがそれが政治権力に、一方では少しも結びつかない。その絶望、その間の、ギャップを、いかに埋めたらよいのかと、根口さんの話を聞いて私は呆然としております。上野さん、ありがとうございました。多分今最後に出された問題は、一番最後に根口さんにまた、お答えいただくということになるかと思いますが、限られた時間ですのでですね、ここでは、次にですね、フロアの皆さんから、寄せていただいた根口さんへの質問にですね、お答えいただくというふうにしたいと思います。で、申し訳ありませんがですね、数多くの質問が来ていますので、私の独断で本当に暴力的にですね、ほぼ、3つの領域の問題にまとめてですね、根口さんにご質問をしたいと思います。根口さんには、第1番目の大きな問題はマルチュードの問題、第2番目はコモンに関する問題、それから第3番目は今回の原発事故、問題、この3つに集約させていただきたいと思います。で、まず第1番目のマルチュードの性格と日本におけるマルチュードをどのように考えるかという問題だろうと思います。名前、篠原さん、明さんという方から、寄せられております。マルチュードをですね、マルクスの階級概念を乗り越える、あるいは使用する概念として考えてよいでしょうかというご質問です。これに合わせてですね、現在ネオリベラリズムによる多国籍企業の勢力はますます日本へ、押し寄せていると。で、こういう中でですね、労働者として存在する場合、どうしても生活を取り込まれてしまう、その資本の論理ですね、取り込まれてしまう。で、その中でマルチュードとしてどう私たちは具体的になすことがあるのでしょうかという、本当にまあ切実な問いかけだと思います。マルチュードの性格と、そして今日本が置かれているこの現状の中で、マルチュードとして我々が自覚的に成長していく契機どこにあるかという問題かと思います。まずこの2つについて、根口さんからお聞きしたいと思います。マルチチュードというのは階級概念です。これは労働者階級という意味とは違います。しかし階級概念であることは確かです。労働者階級は、産業発展、資本主義的産業発展の中心でした。中心的担い手でした。で、生産、価値生産の中心にいました。で、それが政治的な革命の担い手にもなりました。で、70年代から我々は社会、ごめんなさい、生産が社会的生産となり、価値は産業的プロセス
の物質的なプロセスで生産されるだけではなく、したがって資本主義的な生産はの生むこの価値というものはコミュニケーションランゲージコードのようなこの社会的な労働によって生み出されるようになっています。コミュニケーションインベンション、新しい形態の生活を創造することによって価値が生み出されるようになっています。ですからこのフィールドにおいてマルティチュードが作り出され、だからかつての労働者階級とは違う形でこの社会的抵抗の中心的階級になっているのだと。ですからマルティチュードは階級概念である、社会階級である。それが搾取されプレカリアート化され、それでクラシックな古典的な、まあ、伝統的な労働形態というものは終わり、この契約社員的な契約労働的な形が、まあ、進み、だから古典的な労働者というものとは違ったものになっている。でその中で、この女性の運動というものは、非常に重要なマルチチュードというものが階級を作っていく上で非常に重要なファクターであります。で生産的な、生産的、生産は言語の生産であり、アフェクティビティ、情動性、アフェクティビティの生産であり、これが社会労働の非常に大きな特徴です。アフェクティビティの三角ということで、非物質的な創造的な労働において、あるいは情動性の参与というものは、三角というものは非常に重要なファクターで、そういう意味でこの女性の参加というものはマルティチュードが形成されていく上で非常に重要なファクターだというふうに私は認識しています。女性に、リザーブされた労働というそういう意味ではなくてですね、この女性の労働はその女性が進出することによってプレゼンス、女性のプレゼンスによって新しい、組織が、新しい価値が生まれて、生み出されている。だからこれは非常に重要なトランジション、であると、社会の 変化の重要な指標だと思います。で日本の問題ですね、日本でマルティチュードはどうなんのかというご質問ですが、時間がこれにお答えするには時間がかかりますが、まあ12日の日にですね、菅三淳さんと議論することになっておりますが、社会的なものと、それでこの多国籍企業の問題、階級関係、これについて、だから要するに日本におけるマルチチュードの問題は特に12日の議論で、詳しく展開したいと思っています。講演も用意しております。で革命のプロセスが、革命のプロセスがマルティチュードによってどのように決定されるか、シングラリティの出会いとして、出会いの中から変革が生まれるわけですが、この出会い、シングラリティの出会いっていうものは、かつてのレボリューションのイメージに還元されるものではない。革命の問題っていうのは今も残っています、残されています。権力の問題です。講演でも言ったように、ビオパワー、性権力というもの、これは社会的なものの中にディフュージョン、浸透しているわけですね、目に見えない形で。ですから生産が
主体性を通してなされる場合に、主体性の生産が、主体性の生産が2つの意味で重要です。資本の側から見ても、抵抗の側から見ても重要です。この点明らかにしておかなければいけない。キャピタルはレヴァイアさんではありません。キャピタルというのは関係性です。キャピタルというのは、資本というのは、労働者階級なしにはキャピタルはないわけですね。労働する階級がなしには資本はないわけですから、資本というのは人との関係だというふうに言えます。搾取のシステムがキャピタルですから、搾取される対象がなければキャピタルは、この存在しえない。だからキャピタルはそういう意味で リヴァイアさんではない。キャピタルは皇帝ではない、エンペラーではない。ですから従属を組織するのがキャピタルのロジックです。でなぜ従属を組織するかというと、従属を組織することによって搾取をし利益を上げることができるからです。ですから、資本が、搾取し、だから搾取される、 そして資本に従属し、それによって指令を受けて労働し搾取されるものがいるわけですね。ですからレジスタンス、抵抗がなければいわば働く階級ってものも存続しえないわけですね。だから従属するっていうのは生産することにはならない。生産するためには抵抗しなければいけない。でこの点から考えれば、革命は冬の宮殿を奪取することではない。これは、要するに権力奪取ということではなくて、生産がますます主体性の生産になってきているなの で、その抵抗する主体性の生産ということです。抵抗する主体性のを生み出すこと、抵抗するキャパシティを生み出すこと、負債がを抱えている、それからメディアによって支配されている個人、人間、負債を抱える人間、それから国家によって不安を解消させられていると思っている人間っていうような、でこれはですから、それからまた代表される人間という、その4つの類型について語りましたね、さっき。で全てこれは搾取の形態です、従属の形態です。でマルチチュードの中に、で自分の、主体性というものを生産していく、それが個々のシンギュラリティであり、その集合体がマルチチュードだと、繰り返してきましたが、では主権とは何か。主権というと、もちろんサブレン、君主が主権を持っているというのが常識だったのを、人民主権という概念を作ったのは、ジャン・ジャック・ルーソーですね。でしかし、でルッソーもまた間接民主主義、代議制民主主義を否定しました。直接民主主義、人民集会による民主主義ということをルッソーは、唱えました。しかし私有財産というものについてですね、ルソーの立場というものは両義的であると。つまり私有財産制が始まったところから市民社会が生まれたというのが有名なルソーの、テーゼですから。でその市民社会をどういうふうにデモクラティックな形で組織していくかと、この共和国理論というのはそこから、生まれ、これは人民主権に基づく共和国理論というのを、ルソーは定義したわけですけれども、それとの関係ということを、関連がある問題です、この主権の問題に関しては。ちょっと、はい、
今もうすでにですね2つ目の質問に根岸さんお答えいただきました。2つ目の質問はその顧問の問題でした。三浦信拓さんの方からですねルソーとの関連でですね、コモンウェルとの関係でこれをどう考えるかというご質問に今答えていただいたところです。でもう一つこの問題についてですねご質問がありました。先ほども根岸さんがですねシングラリティーズという言葉を使いましたが、コモンウェルスの中にですねエンカウンターアンドアーティキュレーションマンシングラリティーズという言葉があると。でこれは根岸さんが構想する、まあ、革命のことであるが、このシングラリティですね、特異性は相互にどのように協約可能になるのかという点ですね、まさにコモンをどう作っていくかということに関わる問題提起を中村克美さんの方からいただいています。この点についても根岸さんにお答えいただければと。まさにコマンとマルチチュードのは対概念、カップルになっている概念です。で、シンギュラリティがどのようにコマンを形成しうるのかということですね。今マイクが切れたみたいですが、繰り返し問いを立てていただいた問題にお答えいただきたいということです。シングラリティ、それがどうやって共通のものになるのか、共同性を獲得しうるのか。インディバリティとシングラリティはどこが違うのかということから話さなければいけません。この違い、個人と特異性の違いですね、をご説明しないと、これがまあ大前提になります。なぜならば基本的なインディビデュアル、個人という言葉、これは近代の、まあ、個人主義というものの中で魂、まあ、精神というか魂というか、これが内面性の神話に基づいているわけですね。個人、自己の自己への厳然ということから個人というものが成立、個人概念が成立しているわけですね。で存在論的に、ところがシンギュラリティというのは逆に個人を共に生きる関係性の中で個を捉えるのがシングラリティです。ところがインディビデュアルというのは個の内面性にこの、まあ、閉じ込められた他との関係がない、それが個人ということですね。だからシングラリティの方は初めから他との関係にの中に置かれている。だからアンサンブルということがシングラリティのもう初めの成立の条件であると。だから リレーション、ランゲージ、コミュニケーション、ただしその自分の主体性を形成するのはシンギュラーな問題、特異性、自分の肉において主体性を形成するのはシンギュラーな問題だ。しかし共に必ず他者と一緒に、自分のシングラリティとの構成建設するわけですね。だからマルティチュードっていうのは この共にある、共に共有するということ、富を、そういうのがコマンの 原則原理ですけれども、そのコマンの建設とタイアップする形で共に進む形でもってコーペラティブな、まあ、共同組合という訳語になりますが、共同組合的な形で性を組織していく、
これはこの個人というのはソリチュードです。個人というのはソリチュードに結びつく、シングュラリティはコマンに結びつく。でそれが唯一あの個人というのは結局はあのソリチュードで、資本の力によって搾取されるあの社会の単位に、ですね。ですからシングュラリティとしてこの個々の人間の主体性を捉え返すことによって、この資本の搾取に抵抗するコマンの構成要素としてのシングュラリティとして、そういう主体として自分を作っていくっていうのが、シングュラリティ。この点についてはあの、石田さんが、よく、はい、ありがとうございました。福玉のコマンについても、石田さんが、石田さんが言及してくださいました。マイクは入ってません。3番目の問題に入りたいと思います。今日のシンポジウムの一つの大きなテーマでした、原発核事故の問題です。小笠原博樹さんがこのように書いておられます。原子力と放射能の問題は突出しているし、この戦争状態は、続いているわけですが、それは原子力のみによって、あるいは原子力国家の構造によって作られているだけではなくて、まさに東北東海岸の自らの性の生産に関わっている人たち、制御に関わっている人たちの問題でもある。汚染された海で漁業ができない、汚染された土地で農業することができない。で、このような具体的な状況におけるマルチュードというコンセプトは、このような具体的な状況においてどのような示唆を、あるいは、指針を成し得るのかという問題提起です。それから、もう一つの問題ですが、後藤祐介さんから出されています。私たちは原子力国家に企業、社会的、日常生活に依存している。で、その結果マリチュードの現実現れにもかかわらず、反原発運動は、昨年の選挙を通して敗北してしまった。で、このことを根口さんはどのようにお考えか、原発問題に関わる2つの重要な論点かと思います。これについて最後に根口さんの方からお答え願いたいと思います。最初の質問はにお答えします。お答えはないというのがお答えです。マルチチュードの立場から どうすればいいのかという、しかし、これは回答はない。いかなるコンセプトからも答えはない。なぜならば原子力国家とは死です。どうやってその死から人々を救うのか。マルチシュードはキリストではありません。救世主ではありません。これは根本的に重要な問題で、どうやって戦うのか、この死の権力ですね、この原子力国家というのは。それが爆発しただけではなくて、爆発の後もずっと人々の 生命を脅かしているわけです。大地も海も汚染し続けている。これは大変な義憤興奮の源泉になります。引き起こします。これは言葉でもって解決できるものではない。神であれ、ピープルであれ、マルティチュードであれ、いかなる言葉を持ってきても解決できない大きな問題です。大きな敵です。その抵抗する装置というものが、あるいはそういう抵抗するプロジェクトというものがない。だからあらゆる可能な勢力を集めて、この人々をその死の危険から守る、そういう運動を起こすしかない。アクティベ、善意を活性化する、そして全ての道具、力を、動員してですね、
公であれ私であれあらゆるものを利用して、動員して作っていかなければいけない運動を、この、市田さん毛利さんからその点については反原発運動の広がりについて、説明がありました。ピープルを分断するっていうのがいわば権力側の戦略です。反原発かあるいは原発を続けるかっていうような形で世論を分断する、そして反原発運動を弱めていこうとする、そういう力っていうのを国家と資本は持っています。だからこれでいけばマルティチュードは原発体制に抵抗できるというレシピはありません。あらゆる可能な力を結集していくしかない。根口さん、本当にありがとうございました。でこれ以外にもですねお答え、してほしい質問があります。例えば、渡辺正夫さんから出ているですね資源概念の問題、それから木端さんから出ている、物質的労働と非物質的労働の関わりについての問題等ですねございますが、本当に申し訳ございません、もう限られている時間ですので、私の方でこれから、何日か根口さんいらっしゃいますので日本滞在中に聞けることは聞いて、アドレス分かってますので私の方からお答えしたいと思います。非常に暴力的な発言で申し訳ありませんが、ここで一旦打ち切ってですね、先ほど日本側のですね3人のパネリストに対して根口さんの方から応答していただきました。これについて再度もう一度市田さん、それから毛利さん、それから上野さんにですねコメントを寄せていただければと思います。じゃあ市田さんどうぞ。僕はなんかコメントするというより僕の言ったことをもう一度根口さんがパラフレーズしてくれた、解説してくれたという気がしています。だから僕はこの役割としては彼が言うこと言うであろうことを日本の文脈に置き換えて言うということが自分の役割だと思ってたのでそれをやったつもりで、それを僕の言ったことを彼はまた再度自分なりにデベロップ発展させて説明してくれたということで、そこでその限りでは、はい、特にコメントということはなくて、やっぱり基本的な考え方は同じだなというのを確認したということです。でむしろ今日ねそのもう各自の話の中の論点として浮かび上がってきたところが、一種の違い、考え方方向性の違いみたいなのはやはりあると思うんですよ。私はいわば社会的なものの概念にそんなに頼るなと言ったわけで、捨てろとまではほとんど言ったわけで、で上野さんや毛利さんはそれに非常にポジティブな希望を持ったことを語られたような気がしたんです。でこれはそのマルチュードという概念の問題にも関わることで、マルチュードというのは自らどうやってマルチュードになっているのか、いわばその構成そのものが切れてます。それぞれの人々の間の相互の関係、という面がもう一つと、それともう一つは、根口さんも強調したようにこれは階級の概念なわけで、いわば敵との戦いの中でしか成長しない、自らのうちで、どうやってマルチュードになっていくのか、どうやって顧問を形成していくのかということはその敵との関係の中でしか決まっていかない。でいわば私はその資本との関係、あるいは貨幣、今日における貨幣との関係において、いかにして敵対性の契機を作っていくのか、マルチュードの構成に関して敵対性の契機を作っていくのかということをいわば私は強調したと。でそれに対し、毛利さん、とりわけその上野さんというのは、いかに内的にマルチュードの中の人たちが、マルチュード的な人たちの中が、自らを作っていくの、あるいはそのマルチュード的な関係を作っていくのかという、その側面を強調されたかと思うんですよ。でこれは本当に不足不利な関係であって、これに一種の答えを求めるというのはやっぱり間違ってると思うんです。それは歴史的にしか決まらない、その現場現場、その状況状況、社会、まさにその社会的なものの中でしか決まっていかないことで、
どうしたらいいですかっていうのを知識人に求めるのはやめた方がいいと思います。はい、とりあえず私から、では桃地さんお願いします。知識人に求めるのをやめた方がいいというのは全くの同感ですけど、それ以外とかなりいろんな違いがあったと思います。ですね、ネビューさんとの話で聞いてやっぱりいくつか思ったことがあります。例えば原子力国家という言い方は、あまり考えたことがなかったけれども、でもやっぱり日本というのは原子力国家なんですよね。でやっぱ今回の事故が起きたときに私自身が感じたのは、原発ってこんなに古いテクノロジーだったのかっていうことを改めて思ったわけですよ。30年40年経って、で家の中で自分の家に帰って30年40年使ってる電気製品とかないわけでしょ。ほとんど車でも乗らないですよ、そんなものには。でもそれを頼ってあたかも安全だって言ってきたのは、いかに我々が古いテクノロジーを非常に信頼して使ってきたのかっていうことであり、かつそれを支える国家の仕組み、それは国の、端的に言うと原原発っていうのは国以外が支えられないわけです。民間の企業ではあまりにもリスクが大きいから支えきれないと。で何かあった時に責任が取れるような権力は国しかないから、国が支えるけど、でも別に何かあっても責任は取らないっていうのが今回分かったっていうのが、割と原発の一つだと思うんですけども、基本的にその国の仕組みだとか、あるいは絶えずその非常に危険な労働にさらしていくような搾取ヒエラルキーっていうものを全部ベースにしながら、あるいはその地域と東京との格差をベースにしながら成立した、技術だわけですよね。それはまさにその国家というものが支えてきて、でもそういう時代は本当は終わってるんだけれども、それ以外のオルタネティブはあたかもないかのような演出を続けてきたというのが、多分その原子力国家の一つの像だと思うんですね。でじゃあそれに対してどういうふうに考えればいいのか。で確かに敵対性っていうのは僕もよくわかるけど、例えばその、アウトノミア、あるいはそのイネグリさんの話されたことでいうと、その公的な場所をいかにしてその使うかという、一つの代表的な実践としてスクワッティングという実践があったと思うんですけれども、日本ではそれはほとんど、普及しなかった、それは公的な、空間で使われてない、場所をですね、みんなで住んで、自由にそのある種まさにコモンなものとして開放していくという運動だったんですけれども、それはその日本の空間が私的なものに覆われているからということもあるんですけれども、同時にやはりその法というもの、国というものが非常に強い、でそうしたものを許さないような非常にある種の法体系があり、かつ例えばそのデモを一つとってもですね、やっぱり例えば日本の場合は非常に簡単に警察が捕まえてしまうと、その参加者を、その理由はともあれですね、そうしたときになかなか簡単にそれを敵対していくというのはいかないです。でそれを最終的に支えるものとして、例えば、先進国と比べて残っている死刑の制度であるとか、非常に厳しいその法とその刑罰というのが関係があって、でその中で、社会運動なり政治運動なりというのは、成立してきたし、同時にいろんな形で潰されてきたと思うんですね。でそれを単純にヨーロッパとなかなか比較することができないし、一足たびに同じことがやっぱりできた、スコッティングができないというのはまさにそうした社会日本の中の固有の状況の中でスコッティングが発達してこなかったと思うんですね。で敵対性というか、その何をもってその戦っていくのか、戦い方もそのやっぱり日本の原発運動はかなり固有のやり方をせざるを得なかったんだと僕は思うし、でそれは単純にヨーロッパ的なその市民社会の在り方とは随分と違った発展をしてきてるんだと思います。でそれは場合によっては非常に弱々しく見えるかもしれないし、それこそ、社会的なものに頼ってるかのように見えるかもしれないんですけれども、そこはやっぱ一つ一つ慎重にそれぞれの持ってきた歴史的な状況を考えなきゃいけないのかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございました。では、原子力国家は死の権力であると言われれば、今日本はその国家の起こした犯罪によって、テロによって戦争状態にあるわけですね。内戦というか、で長く続く見えない敵、放射能との戦いの中にあるんですが、この見えない放射能というものが無主物であるということはありえず、これをまき散らした犯人はいるわけで、
冒頭に佐藤さんがおっしゃいましたが、資本主義とテクノロジーによるテロルの、そのツケを、私たちはずっと背負ってるわけです。で、市田さんはマルチチュードは、敵対性の中でしか育たないとおっしゃったが、これこそボーイズの戦略で、マルチチュードはもう一つ別な育ち方をする、それは、弱者のニーズに直面してその関係の中でも育つ、と付け加えたいと思います。で、最後の質問、3.115 のこの私たちの困った日本で、マルチチュードは一体どうしたらいいのってねぐりさんに聞いた、これを無理難題と言います。これに答えたねぐりさんのお答えは、答えはないという見事な答えでした。つまり、君たちが考えろと、ありとあらゆる、持てる資源、持てる力を動員して、君たちが戦うべきだというのがねぐりさんの、最後に私たちにいただいた最もポジティブなメッセージだったというふうに受け止めて、心からありがとうと申し上げたいと思います。では最後に日本側のパネリスト3人の今のコメントを踏まえて、この会場に集まられた皆さんにですね、ねぐりさんから最後のメッセージを発していただければと思います。ねぐりさん、お願いします。とても困った状況に、追い込まれました。さらに何か付け加えなければいけない。上野さんが見事に総括していただいた、結論付けていただいたと思います。このシンポジウムを見事に結論付けていただいたと思うので、このように終わると私が最後にちょっとコメントしたいと思ってたんですが、もう しにくい状況ですのでですね、やめておいた方が、もう実にいいんじゃないかと思います。それでですね、先ほどもねぐりさんの方からご紹介がありましたがですね、12日、国際文化会館の方でですね、菅さんとの対談がございます。でこれももう定員がもう決まっておりましてですね、今日会場に来られた人がそちらでも聞けるという二重の幸福に浸れる人はほとんどいらっしゃらないと思います。しかしですね、今日この同時で、ネット配信をして、くださっているアープラネット TV が12日も入ります。ですから、ネットでですね、この対談も皆さん、同時に見ることができると思いますのでですね、そちらの方で、ぜひ、ねぐりさんの発言をもう一度お聞きになってほしいと思います。で、まあ、最後に、被災者側としてですね、まあ、上野さんは本当にまとめてくださいましたが、私たちはねぐりに回答を求めることなど決してできません。ここで抱えている問題は私たちが自身考え実行すべき事柄だと思います。これをですね、今日のシンポジウムで最後に指摘していただいたことは本当に良かったと。でその趣旨でこのシンポジウムが開けたことをですね、心より嬉しく思っております。どうもありがとうございました。それでは今日のですね、進歩に関しての感想を書いていた詩も入っていたかと思いますので、ぜひ、ご感想を、あ、ごめんなさい、すいません、いい感じで終わったんでもう忘れちゃったんですが、最後に吉見さんの方から閉会の挨拶がありました。ごめんなさい吉見さん、ごめんなさい、どうも本当にすいません、ごめんなさい。吉見俊也でございます。もう完全に終わった雰囲気になっているので、
私は多分出てこない方がいいというふうに本当に思っているんですけれども、この日本学術会議社会学委員会メディア文化研究分科会の一員として、ご挨拶だけ、させていただきます。今日は本当にあの素晴らしいシンポジウムをねぐりさん、そして3人の登壇者の方々、伊藤さん、そして会場にいらっしゃる皆さん、そしてぜひ付け加えたいのは、アワープラネット TV 等を通して今あのネット上で視聴されている皆さんに感謝申し上げたいというふうに思います。もう議論の中で尽くされていると思いますけれども、一つだけ、先ほど何人かの方もおっしゃってましたけれども、今日のサブタイトル311以降の世界となっております。しかし厳密に言うとこれは正しくないと思います。3.11 はまだ終わっていないと思います。福島原発、福島にはまだ放射能のですね、処理が済んでいない大量の放射性物質が残っている。その処理も決まっていない。それから放射能のタンクが増え続けている。それからその東日本大震災の被災者の人たちがまだ故郷に帰れない膨大な人々がいる。全く終わっていない状態だと思います。全く終わっていないのに、半月たし1年たし2年たつ、その中で私たちの社会の意識というものが変化してきてしまっている。先ほど、市田さんお話になったように社会的なものの爆発が経済的なものアベノミクスでしょうか、その中に回収されている。今日のお話の中で、ねぐりさんは原子力国家という言葉を使われました。そしてそれは死の権力なのだと言いました。でもこの死の権力をかつて私たちは夢の経済だと思って受け入れてきたわけです。今もまた夢の経済を受け入れつつ、この 3.11 が以降あるいは以後のことであるかのように、以後の時代に生きているかのように我々が思い始めているとしたら、そうではないんだということを声を大にして言う必要があるというふうに思います。で、顧問ということが今日お話に出ましたけれども、実は顧問というのはこの、おそらく財とか地とかあるいはコンテンツとか人とか場所を共有するということだと思いますけれども、その、実践をこの場でも少しだけ、したのではないかというふうに思います。と申しますのは、先ほど冒頭の挨拶で、佐藤学さん、これは日本学術会議の、第一文化会部会長、それで、宇根さんはその、学術会議会員とかですね、ここにいるメンバー学術会議連携会員とかになってて、この日本学術会議というのは今日の上野さんの言葉で言えばまさに官というか顧問ではないですね、多分ね顧問とは到底言えないと思いますけれども、まさに官の、内閣府に属する、政府に属するですね、官の組織です。でこの会場はまさしく官の会場ですけれども、その官の会場の中で、少しだけ、いろいろな、立場の人間この場を共有する、選挙するまでには至っていませんけれども、選挙すると上野さん、佐藤さんに怒られちゃうから、選挙するまでには至っていませんけれども、ちょっとだけ選挙しかけるぐらいのところに行ったということが、この場のこの会議にふさわしいやり方だったのではないかというふうに思います。こういう形を許してくださった学術会議にも最後、心から感謝をしたいと思います。以上で私の閉会の辞を終わらせていただきます。すみません、もう一つだけ、忘れていました。今日ですね、非常に優れた同時通訳をやっていただいたですね、三浦信孝さん、それからカトリンさん、それから小林さん、ボックスにおられます。皆さん、ぜひ拍手をお願いします。三浦さん、ありがとうございました。カトリンさん、ありがとうございました。小林さん、ありがとうございました。で、今回のこのシンポジウム、昨日告示しただけですけども、ネットでもうすでに900人がちゃんと見ているということです。したがって今日の会場を300人入っておりますので、1200人同時にですね、ねぐりさんの声を聞けたということだと思います。本当にありがとうございました。